30歳男です。大企業で輸送機器を作ってます。僕は無能なので自己肯定という意味がよくわからなかったのですが、詳しく教えていかないでしょうか。何かあの自分がやろうとするときに失敗すると思うか成功すると思うかって人によって違うんですけど、どれだけ準備したとしても絶対失敗するわって思うタイプの人と、何の準備をしなくても、あ、俺なんかうまくいくと思うんだよねっていうタイプの人っているんですよ。で、それってその未知のものに対して、その何か未知のものだとしても俺って今まで成功してきたって思い込める ちょっとしたことを、で、やったことのないものを挑戦するっていうのは、例えばじゃあハングライダーをやってみよう。で、失敗したら死ぬんですけど、まあ、やってみても多分死なないんですよ。で、死ななかったっていうので面白かったなるのやったことがないものをやってみて楽しかったっていう記憶が一個増えるじゃないですか。その、やったことがないもので面白そうなものっていうのをちょっとずつやって、成功体験っていうのを積み重ねておくと、割と新しいことでも僕やると楽しかった経験があるよねっていうのがあるので、未知のものに対して手を出すっていうのが、そんなに恐怖感はなくなるんじゃないかなと思います。